はい、今日はね、バチカンに来てます。ローマのね、中にあるね、国ね、バチカンっていうね、ところにありますね。サンなんちゃら寺院にね、見学に来てます。あれがね、レオックス、こんな感じでね、すごくねスケールの大きいねところです。ね、すごくね、高価そうなね石をね使ってます。じゃあまあタッチしてみます。はい、ね、で振り返るとこんな感じでドドーンとね広がりがねありますね。すごい柱ですね。ね。おじいさんがね、何を見てるかというと、ね、お姉さん本をね持ってね、お姉さんをね、じいさんがね見てます。ね。でね、これね絵がありますけどね、これがね、ちょっと見てみましょうか。上の方にね天使がいてね、下の方ではね少女にね、なんか教えてるねじいさんがいます。ここにはねお祈り捧げるねじじいのね彫刻が置いてあります。振り返るとドドーン、大きいね吹き抜け空間があります。同じかね。でね、ちょっとね壁をね見てみると、鳩がねネギしょってね来ましたっていうね彫刻です。そこにドアがありますけどね、このドアを開けるとね幸せになれるっていうね評判です。ほら、ここにも鳩がねネギしょってね来てます。ね、これがね、船みたいなやつと絵ですね。まあ、やっぱりね上からね天使とね鳩がねなんかレーザー光線をね下界の人にね送っているところです。ね、やっぱり鳩がねシンボル、この教会のね下から支えるシンボルは鳩、ね、振り返るともうドーンとねババーン、じゃーん、ガーン、ドーン、ババーンという感じでねすごいです ね。ドアのね彫刻もちょっと見てみましょうね。下は死体でね、上はちょっと苦しんでる人で、で小麦のね彫刻があって、で首吊り、首吊ってる、ね、はい、これでね一応上は見終わったんで、あとねクーポラっていうところがあるんで、そっちに行ってみましょう。